まあできたら綺麗なお姉ちゃんがいれば。多分ね、若いお姉ちゃんはね、ザッツね、世代的にも乗ってないと思うんだな。カットだね。そこはちょっとカットしといて、ちょっとカットしといて。俺もちょっとカットしといてほしいな。大事すまねえ、それだ。ここは嫁ハマってるから。はい、ありがとうございます。これが私のタープ、うん、こんなの吸盤がある、うん、ちょっと強力な吸盤、吸盤に J の字のがついてて、ここにゴムみたいな伸びる感じですね。これで一応形はできるね。できたよね。あとはガイロックある。はい、一応完了。はい、ヘクさんの車旅歴はどのぐらいですか？はい、車旅歴はですね、ざっくり3年。まだまだ若いですね。そうね、もともと定年退職してそこから始めたんで、ですから今正直58歳3年ですね。55歳で定年で、はい、はい、愛車のお名前をお願いします。ホンダのザッツ、これがもう18年目になるかな。相当古い車です。なんかうちで言うゆうちゃんみたいな呼び名はありますか？まさくんご、なんでやねん。このザッツを車中泊仕様にしたきっかけは、もともと座席だけ倒してで下にちょっと座布団とかね、クッション置いてその上寝てたんだけど、やっぱ1泊2泊だったらいいんですよ。でもね、やっぱ1週間とか泊まるとどうしても腰が痛くなるんで、ですからちょっと簡単にね、エレクターパイプで、ベッドを作ってます。うん、ちょっと見るか。こんな感じで一番下にエレクターパイプがあって、でその上にスノコを置いて、これスノコ、ただのスノコ、よくホームセンターで売ってるスノコ、ただのスノコ、うん、に、ちょっと絨毯巻いて、でその上にエアマット置いて寝袋という構成ですね。DIY のポイントはありますか？まず水平にすること。ほう。このベッドは、まあ、こう車の狙い方はよく分かるんですけど、傾いてたりすると、もしくは凹凸があったりするとものすごく寝づらいね。そのために、できるだけ水平にベッドを展開できるようにした。DIY の失敗談は？物が多すぎて、どこに置いたか忘れるんで、できるだけもう中にこうケース、あそこにどんどん入れるようにしていったら、今度ね、前に荷物を置くと取り出せないというそういう失敗はあるね。なるほどなるほど、うん、今までぶっちゃけ DIY にかけたお金ってどのぐらいですか？これベッドだけだったら1万円か。おお、それよりもこうシュラフとか、ここに積んでる冷凍冷蔵庫、こういったものの備品とかが高くて、だからベッドだけ作るにしても1万円以下で結構安くできるんですね。そうね。車中泊使用車にする前と後でのライフスタイルの違いってありますか？見てわかるように一人しか乗れないんで、嫁は乗せられません基本一人旅で車中泊って感じですね。そう。最後に車中泊者として購入を悩んでいる人にアドバイスをお願いします。まあ私の車はこれ乗用タイプなんで、屋根が低いんですよねどうしてもだから座ると頭が
くっついちゃうということで、できたらハイルーフ、背の高い車を購入される方がいいんですよね。もうこれだともう寝るだけなんで、同じ径でも背の高い、今で言うと社名出していいのかな、 N ボックスとかね、そうとかね、エブリーとか、はいはい、バモスとか、ああいうものの方が使い勝手はあると思うね。1泊2日とか2泊3日とかのレベルと、また1週間とか、私のように1ヶ月とかいうのとでも全然ライフスタイル変わるし、で車中泊スタイルも変わるんで、その自分のその旅のスタイルに合わせた車の方がいいかもわかんない。ザッツで数ヶ月ずっと旅を続けることってあると思うんですけど、はい、最長何ヶ月旅をされましたか？北海道に行った時に 1.5 ヶ月、40日ぐらいかな。もう嫁はまってるから。はい、ありがとうございます。よいしょ。で、このままこういう形で、なんか敷いてるね、後ろからね、こういう感じで見てるわけ。いいですね、はい、ファンですね。それは、カーバッテリーから取るタイプ。夏しか使わない？夏しか使わないね。で、普通にアウトドアもされるので、ランタンたち。ランタンたちね。ランタンたち、これ使い分けたるんですか？一番向こうは、車の中で食事するときに、前に、ぶら下げて、やると明るいやつね。この黒は後ろの、この辺を明るくするため。じゃあ車内の前と車内の後ろ用、でこれがアウトドア用。ありがとうございます。でもその真横にはコンロ、はい、そして食料、非常食でこれもいつも見てる相棒ですね。そうですね、大好きな。セクさん、この中って見れますか？いや見てもいいけど、すごいことになってると思う。もう今お酒出てきたけどこうなってるんだ。入ってるのは、はい、鍋ね、でフライパンね、はいはい、あとはお皿とか、焼き網とか風防とか、もう細々したものがいっぱい入ってる。で下はその洗剤とか、本当にあの日常生活ですから、車中泊する場合、特に夏場、はい、夏場に必要なのはこれ。まさにこれですね。一応マイナス20度まで行くんで、氷ができるんですよ。氷ができるできないというのは大きく違う、普通 の, あのクーラーボックスと違って、当然あの普通の冷蔵庫にもできるし、これはね、金額にして密林さんで2万円ちょっとでした。でもあるとないとではもう全然違う。本当に夏場ね、氷を入れて飲むロックの焼酎、最高ですね。これは寝袋はね、ベアーズロックさんだったかなっていう社名だったと思うんだけど、ちょっと変わってるのはセンター開きなのね。普通寝袋っていうと、まあ、これ真ん中だって言うんだけど、横開き、なんでこれセンター開きなんです、ものすごく楽、このセンター開きっていうのは。慣れればね、初めちょっと慣れなかったけど。さん、これって頭までチャックって閉まるんですか？チャックまで頭閉まる。自分でチーって中からやるの？中からできる。出れるよ。出られなかったら危ないでしょ。ね、これのいいのは、手が出せる。いいじゃん。何これ。これ両方出せる。え、何これ、面白い。だから両方こっから出して、あのスマホの映画を見るときとか、音量とか変えてここから出せるわけ。両方当然こっちも出せる。足も出る、もしかして。足も出る。これチャックあるだろ。これ出し出せる。でね、これのいいのは、ここ高さあるでしょ。ちょっとね、傘が、普通はこうなんよね、その時きついんよ、そうすると、こう立ててこう
寝られるというか楽、すごく。それは大きいわ。うん。だからこれは気に入った。で、一応カタログ値ではマイナス25度ぐらいだったかな、までは寝られるんだけど、うん、まあ実質使えるのはマイナス10度ぐらい、うん、までは十分寝られる。何も上、あの普通1枚です。はすごかったから。いいですね。うん、ただ一つこれの難点は、傘がでかい。ものすごくでかい。だから、姉妹寸法でも、太鼓かってぐらいあるよね。え、じゃあしまうときって圧縮かけてみたいな。ね、圧縮かけて。うん、結構、それでもでかいね。なるほど。うん、でもこうやってずっと常設の形で置いておくんであれば、大きい人は関係ないから、うんうんうん、これは私は最近買った中では一番気に入ってる。夏場は夏場でね、一応シュラフは4つあるんで、うんうん、その時期に応じた寝袋で。ありがとうございます。たくさん、これ普通に生活できちゃいますね。いや、それキャンピングカーの方がいいでしょ。いやいやいや、一つだけ問題あるよね。うん、ゆうちゃん号と私の大きな違いは、うん、トイレがあるかないか。あ、それは大きく違うよね。キャンピングカーとこういう、まあ、車中泊使用車の大きな違いはそこだよ、うん、トイレがあったらもう最高。ここに入ったら多分無理だけど。どこに住んだよって感じになるけど、まあトイレはどうし仕方ないから、トイレもある公園とか、うん、道の駅とか。私ね、ゆうちゃんの前は N ボックスに乗ってたんですけども、ね、うん、座席がそのまま空いて、うん、ポータブルトイレになればいいのにって妄想したことがあるんですよ、はいはいはい、で、キャンピングカー屋さんに相談したんだけど、さすがにそれはちょっとって言われたんですね。やっぱ座椅子って安全面的なものがあって、ほら、外しちゃうと車検取んなかったりするじゃないですか。そう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 、問題があるみたいで、だあれですね、なんかトイレがうまくできる仕組みがあったらもう最強。逆にトイレは私はいらないですね、ここでは。それによってスペースが取られるのが逆に嫌。どうしようもない時は、多分皆さんやられたかもわからないけど、もう本当にどしゃ降りの時に外に出るのも大変な時、うん、もしくは台風とかね、そういう時はやっぱし緊急用の、うんうんうん、固まるやつでね、はいはいはい、でやるやつは積んでる。はい、もしザッツでヘクさんと同じように車旅されてる方がいたら会ってみたいですか？会ってみたいですね。みんな個性のある多分 DIY されてると思うんで、うん、参考にしたいし、うん、で雑だからこそできるような、 なんか DIY があれば教えてほしいね。なるほど、うん、見たいというか。お友達募集中ですね。募集中です。まあキャンプとこう車中泊と両方やるんでちょっと荷物が多くなってるのはあるね。車中泊だけだったらまた荷物は少し整理できると思う。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあできたら綺麗なお姉ちゃんがいれば、多分ね、若いお姉ちゃんはね、はい、ザッツね、世代的にも乗ってないと思うんだな。カットだね。そこはちょっとカットしといて、ちょっとカットしといて、俺もちょっとカットしといてほしいな。大事すまねそこだ。